春のクラシックが一つのピークを迎えます。クラシックロードの天王山ダービーのスタートです。スタートを切りました。この晴れの舞台に進んだのは17頭。その中から頂点を極めるのはどの馬か、先行するのは何か。先頭に立ったのはシュガー君、そして2番手にダノンデサイル、外を通りまして15番ジャスティンミロノ、12番シックスペンス、ジューンテイクがそのうちにいます。そしてその後ろから9番ダノニアグロック、その外に13番シンゲンペラー、それから2番レガレイラ、サンライズジパングがその後ろ、ボンバデカーブース、そして内からはアーバンシック、それからもう1頭7番ミスター GT、 その内からはサンライズアース、そしてその外に湘南ラプンタ、その後ろでやりましょうかエコロバルツ、内を通ってコスモキランダ、しんがりからビザンチンドリーム、流れるようにレースが進んでおります。依然先頭シュガー君であります。ちょっと離れて5番ダノンデサイルであります。これが1番人気の15番ジャスティンミロノであります。シックスフェンスが並んでいっています。そのうちにダノニアズロック、まもなく第3コーナーに差し掛かります。3番ジューンテイク、下がって6番手、外から1頭レガレイラ、13番シンゲンプラー、ほとんど馬体が合っています。そしてそのうちにサンライズジパング、14番黒い馬体、ボンバデカーブース。さあ果たして今年の栄光を手中に収めるのはどの馬か。緑の帽子シュガー君が先頭、シックスペンス懸命に追う、11番シュガー君がまだ粘っている、3番手にジャスティンミラノ、1番内シュガー君が頑張っている、間から12番シックスペンス、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。先頭竹豊とシュガー君、シックスペンスが3番手、頑張る頑張る、竹豊とシュガー君、ピンクの帽子ジャスティンミラノ先頭だ。先頭土崎とジャスティンミラノ、ジャスティンミラノ1着ダービー、勝ったのは15番ジャスティンミラノだ。勢いがありますね。1着15番、2着11番、3着13番以上のように確定しました。